内臓脂肪でいくと、やっぱりこの辺、例えばこれ脾臓ってあるんだけど、脾臓をイメージしてこれを押した時にちょっと踏ん張ってもらっていいですか。でやっぱりこれもフラフラで、はい、でもしかしたらこう心臓もうちのこれ少し腫れてる感じがするんで、心臓もこうグラグラする中の脂肪っていうふうにイメージでいくともっとこれグラグラしちゃうんで、で、まあ、当然、肝臓あたりもちょっとグラグラしちゃう。なんとなくこうですね。はい、そうしてあげると。今これね、脳からの指令が届くようにしてあげて、でここを押しますよ。わかります？踏ん張りが効く。うん、はいはい。こうして肝臓ですね。こうやって、はい、で心臓は必ず皆さん抜けてるんで、で心臓とだからイメージとしては皮膚があって、脂肪があって、で筋肉があって、骨があって、その中にね心臓もあって、で心臓の中にはまた動脈があったり、静脈があったり、あと脂肪とかも溜まってるんで、まあ、そういうイメージでちょっとこうしていく。で、肺もちょっと押してみます。まあ、今これ張っちゃったんで、少しぽよぽよ感がなくなってるんだけど、はい、これを少し、今脂肪でこうしていくと。いつもより多分締まる感じになってきてます。昨日、こんなお腹の人、一応やったら、硬くなったので、ボヨンボヨンだと思う。ボヨンボヨンになると、動きの中で取れるかもしれないんで、まあ、1ヶ月のぐらいが楽しみだね、みたいな話で。はい。それちょっとだから、少し、まだ肩やってないけど、ちょっと軽くなる。うん、はい、胸が広がる感じっていう。はい、はい、すみません。